スーパーマリオ35 2020年任天堂、どうもアレアンです。さあ今週もスペシャルバトルやっていきたいと思います。運営側が指定したコース順でコースをクリアしていく35人バトルですね。今日も1位目指してやっていきたいと思いますよ。先週の難関コースでは1位を逃しちゃったから、今週こそは取り返したいんだが、5の1ってどんなコース全然覚えてないところ急に来た。最近こういうの多いっすよね。多い多い。全然ね、覚えのないところ来んのやめてほしいんだよな。はい、とりあえず初めは秒数稼ぎかな。振り棒踏んで、それからパタパタも踏んでいけ。はいよ、 OK。 この辺スターあるでしょ。あるよね。見たことはあるんだよな。でもはっきり覚えてない。おい、危ない。変な声出た。今のは危なかった。死んだと思ったな。穴落ちたかと思ったぞ。よし、かなり敵は送り込んだでしょう。次は8の2。またここか。この8の2嫌いなんだが。もうほんとね、このジュゲムとトゲゾウ大嫌い。もうやめて、やめてください。はいよ、コインいただいといて。キラー飛んできたな、今更か。はいよ、ぶっ飛ばした。おっと、キノコ失敗だ。こっからいただきましょう。はい、どうも。この先どうなってたっけ。あ、キラー地帯か。ここは上を越えていって、やばい、こんなところでジュゲムに当たった。これはやめてほしい。ほんとやめてほしいな。トゲゾウが邪魔、トゲゾウが邪魔。よし、越えるぜ。一気に越える。超えた。よし、ここを突破してジュゲムを消そう。これがいいでしょう。さあ続き、よっと。危ない、パタパタが当たった。次のコースがどっかによるよね。まだアイテムは温存しとこう。もう残り9人。早い。コース7の1、やめて。マジでそんなわけわからんコースばっかり来んのはやめてくれ。この上は確かフラワーがあるんだったよね。でもこれ取れないんだよな。高くて取れない。危ない危ない。いや、嫌な感じ、嫌な感じ。ほんと嫌な感じのコースだわ。なんちゅうか、微妙に覚えのないコースはほんとやめてほしい。しかもここでジュゲムかよ。ジュゲムかよ。しゃがめ。よし、かわした。とりあえずハンマーブロスたちは倒して、ジュゲムをなんとか消したいな。消したい。あいつは消そう。ここは危険だわ。はい、オッケーオッケー。消したぞ。このあんまり知らないステージでジュゲムが上からトゲゾウ振ってくるのはマジで勘弁。めっちゃタイム消費した。結構やばいかもしれないな、これ。タイムは大丈夫なのか。大丈夫。あ、いったー、トゲゾウ踏んでしまった。しょうもないミスだこれ。やっちゃってるぞ、やっちゃってるぞ。まずい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 。当たる。やばい、結構ハマってる、これ。ハマってるな。どうしようもなくなってる。超えろ、超えていけ。ダメだ。残り2人だったのにな。さっきのところはね、失敗した。マリオが想定外の動きしてて見失ってたよね。7の1からか。因縁の7の1な。はいよ、 OKOK。これ取りたいけど取り方よくわかんないんだよな、本当に。この辺のね、キラーがいっぱい飛んでくるあたりがどうやって秒数稼ぐか微妙に考えどころだよな。よし、ここのハンマーブロスは倒して、ここ何もアイテムないんですよね。パックンフラワーは倒していこう。キラーは踏めなかった、失敗だ。どんどん死んでいってるな。やっぱり難しいコースは初めの方に人が減る率が高い。ハンマーやめとけ。よし、この辺にアイテムはないのか。スターが全然出ないんだよな、スターがよ。スター欲しいんだけどな。よっと、この上にはフラワーね。フラワーをゲットして秒数は稼いでおきましょう。メットは踏んで次のコースへ。次は8の3。また難易度高いコースが今回も多いな。前回もそんな感じだったんだけどね。今回も同じようなコースか。やめとけ、やめとけ、やめとけ。よし、倒した。この辺にフラワー。秒数が全然稼げないのが痛いんだよな。みんなどうやって秒数稼いでるんだろう。よっと、ハンマーブロスは倒して、もう一体も倒す。オッケー。
今度はこっち側に裏はね。ここのパックンは倒しときたいが、下からじゃないと無理か。こっからよし。さあこいつはのこのこ踏んづけていって、危ない危ない、行ってこい。よし、行ったでしょ。 OK、 ハンマー怖い、ハンマー怖い。かわしたかわした、めっちゃハンマー来るじゃねえか。さあここだけ落ちないように気をつけて越えるぞ。よしクリアで、5の1か。のこのこ踏んだらよかったね。メットで代わりに代用しましょう。危ない危ない危ない、今のキラー何。やめてほんと、ああいうの。ハンマーブロス倒して先行くぞ。どんどんブロスさんがいてるね。ここはファイヤーで一気に通り抜けていきましょう。メットが来たな。こいつは踏んづけて、よし行くぜ。スターで一気に投げ倒せ。蹴散らしていこう。ここはダッシュで一気に抜けた方がいい。秒数も稼げるしね。いい感じいい感じ。 OK クリア。次は6の3。どこ、これ、6の3ってなんだ。全然記憶にないステージなんだが。危ない危ない危ない、ジャンプ台ステージはほんとやめてほしいな。ここはフラワーでしょう。これゲットして横のこっちに飛び移って、残り6人か。まだまだいけそう。危ない、キラーが危ない。まだいけそうな気がするぞ。戦えそう。フラワーも倒したな。先がわからん、コースの先がよくわからんぞ。あー落ちた、マジかよ、今の乗ったと思ったのに。5位か。また7の1からですね。ここからか。ここは確かキラーが行って、パタパタ踏み逃した。今のは痛い、今のほんと痛い。こっちのこのキラー、あー超えちゃった。あのキラーの高さ超えたら大丈夫そうな気がしたんだけどな。踏めるかなと思ったんだが、上のフラワーをね取りに行けるかなと思ったんだよな。ダメだったな。こいつはここで踏むしかないのか。よし来た。ここは何も出ないんだってね。そしてここにハンマーブロスとパタパタがいる。ハンマーブロス超えたのに、これちょっとまずいな。今のは完全に作戦ミス。今度は5の1から。一番最初にスタートしたステージですね。ここはのこのこ踏んで一気に蹴っ飛ばして秒数を稼ぐ。はいよ。え、嘘でしょ。あんなところで当たると思ってなかったんだが、フラワーを探さないといけないな。ここはスターでしょ。スター取って一気に蹴散らしていく。クリアしちゃいそうな感じなんだよな。マリオの操作がまだまだ甘いのか。私はもっと的確に操作していかないといけない。クリア。次は8の2ね。ここほんと嫌いなんだよな。マジでやだわここ。ジュゲームとトゲゾウの組み合わせほんと最悪なんだよね。嫌な感じに敵が来る、嫌な感じに来る。いやだよな、そんな気がしたわほんと。はいよ、一回ここはアイテム使っとこう。結構危険な気がするぞ。ここでスターか。これじゃないんだ今欲しいのは。大きくなるキノコが欲しかったね。この辺なんかありますよね。よし大きくなった。はいよ、倒して秒数は稼いでおく。ここいった、当たったな。ちょっとまずいまずい、これまずいぞ。死ぬかと思ったな。よし、アイテムでもう一回大きくなれ。スターかー、これはここじゃないんだよね。あ落ちた。また5の1からスタート。行くぜ。まあ、とりあえずここのね、のこのこを踏んで蹴っ飛ばすところから。で、戻ってくるんだよな。ここのフラワーをさっき倒し、漏れた。うまく当たらない。微妙な距離の時、本当に当てにくいんだよな。こいつものこのこ踏んで、一気に行ってこい。危ない。よし、これで大丈夫。で、スター取って。行くぜ、一気に投げ倒せ。ここはまあいけるんだよね。さっきからここで失敗はしてないはず。越えていけ越えていけ。でここでスター終了でゴールな。
次は8-3。ランダムでもないけど、コースは決まってるけど順番が結構バラバラに来てる感じがするね。オッケー、ハンマーブロス撃破な。ここにフラワー秒数稼いで先に行くぞ。そろそろブロスが来るんじゃないのか。対戦相手たちが用意したブロスがやってきそうで怖いんだよな。溢れ出してくるからね。さあここにもフラワー、それからパックンはファイヤーで倒して先に進む感じで来ましたよね。ハンマーブロスたちがやってきたぞ。でも数はまだ少なめかな。通常ステージに設置されてる分しかほとんどいない感じはする。よし、ここは落ちないように気をつけて越えていくぞ。よし、ジャンプ。残り15人。7-1。また嫌なところだよな。ここがいまいち。いまいちつかめてないステージ。結構やっぱりな、当たってる率高いんだよね、ここ。結構危険なんだよ。パタパタの動きに慣れてない感じがすごいっす。やっばい。ハンマーブロス降りてくんの、今の。勘弁して、ここアイテムないんじゃないっけ。大きくなれ。キノコか、フラワーの方が良かった。まあ、とはいえ言っても仕方がないから行くしかないんだが。まずい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 。非常にまずい。非常にまずいぞ。めっちゃ怖いめっちゃ怖い。ちょっと待て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 。ノコノコよ、こっちに帰ってこい。ノコノコが帰ってきて、このノコノコをやばいな、上行ったよな。ここに仕掛けといたらいずれハンマーブロスは降りてきてやられるんじゃないのか。上に行くんじゃないぞ、上に行くんじゃない、下に来い。来た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 。ナイスナイスナイス。よし、アイテムを使って。この辺なんもないの、マジでマジでなんもないな。アイテムがもう使えないぐらいに。え、なんで今の、なんでダメージ食らった。危ない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 。なんだその動き。ジャンプ台使うとわけわからん動きになるな。7-1からスタート。このステージが一番難しいかもしれん。さっきから毎回やられてる。このパタパタな踏みミスめっちゃ多いんだよな。なんでだろう、このステージだけパタパタちゃんと踏めないんですよね。不思議だ。キラーの動きに気を取られてうまく見えてないのかな。めっちゃ不思議なんですよね。よし、行くぜ、越えていけ。ハンマーブロスはこれは倒して、こいつも倒す。ここは突破していくしかないけど、フラワーがないから全然秒数を稼げないのがほんと痛い。みんなめっちゃ死んでいくけど大丈夫か。やばいな、今のはやばい。これはまずい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 ってまずいってまずい、ほんとまずいほんとまずいほんとまずい。次は5-1スタート。なぜか3人欠けてるが。まあいいだろう、32人バトルね。ここはまあまだ比較的クリアしやすい方のステージだよな。7-1が本当に鬼門かもしれん。あそこめっちゃ難しいわ。何にそんな引っかかってんだって感じだが、あそこは相性良くないかもしれませんね。よし、ここはスタートって一気に行きますよ。なぎ倒していけ。これでこのステージはクリア決定だからな。走れ走れ。オッケーオッケーオッケーだ。なんか詰まったけども。まあなんとでもなるでしょう。おっと、落ちちゃった。まあいっか。はいよ、クリア。次は5-2。また新しいステージ、意外なところ来ますね。はいよ、ジャンプで上乗って、ここはこの2段目。やった。ここは前にね、スペシャルバトルでやったことあるステージだからちょっと覚えてるんだよな。まあ、とはいえ全部覚えてるかって言われたらそうじゃないから気をつけてやっていきたいが。おっと、キラーが怖い。キラー一体どこから飛んできてんの。どのステージ、初めのステージのキラーか。まだ初めのステージにいける人がいてるってこと。パックンは倒して、こいつらも倒して。危ない危ない。上から越えてきたかったんだが、上行きますか。よし、こっから安全な方の策を取っていきたいね。ここはハンマーブロスがいるよな。ハンマーブロスはファイヤーで倒してしまって、ここなんかあります？アイテムは何もないのか。来た来た、スターが来たぞ。よし、スターでメットをぶっ飛ばしていけ。よし、これで越えていく。次、プクプクのステージ行くわけな。出てきた敵で分かったわ。よし、越えろ。7-1。あれ、違うな。もっと早く進んでいってる人がいるってこと？どんどんステージを突破してる人がいるってことだな、これは。
まずいまずい、数が多い数が多い。行ってこい。よし、キラー踏んで上から行こう。オッケー、そのまま越えてハンマー、逆向いてるな。ハンマーはここから倒す。オッケー、ここは上のターン行っても何もないんだよね。よっと、危ないぞ。フラワーを倒していきたい。はいよ、ハンマーが邪魔だな。ハンマーブロスさんが邪魔だ。こっから当たれ。よし、オッケー。どんどん人が少なくなっていってるぞ。やっぱり難しいステージなんでしょうね。上ばっかり行くんじゃないぞブロスさん。オッケー、倒した。ここも何もアイテムないところだったはず。もういきなり終わりかけ。よし、ハンマーを倒したら、こいつらが危ない。パタパタが危ないぞ。怖い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 。数多い数多い、キラーの数多い。よし、突破したな。よし、ここはクリアだ。オッケー、残り3人。次は6の3。ここがプクプクんところか。当たっちまったな。ちょっと届かなかったが、ハンマーブロスがいてる場所でこのヒットは痛いんじゃないのか。超えていきたい。こっち来んなよブロス。よし、キノコ復活。怖い怖い怖い、キラー怖いって。よし、超えていくぞ。そこに、危ない危ない危ない、そこにフラワーあるんだけどな。フラワー取れなかったのが痛いな。ちょっといけない、乗れない乗れない、タイミング悪いな。左側のリフト乗ってダッシュ。落ちたわ、まさかここで。ボンミスだな。いやー、悔しい終わり方をしましたんでね、次こそは1位狙っていくぞ。5の1。ここは突破の仕方を覚えたステージ。こいつも踏んじゃおう。またこれで蹴っ飛ばして秒数稼いでいく。パタパタ来るんだよな。オッケー、よし、ピンチ狙いで一気にスターで走り抜けろ。あとはもう走り抜けたらゴールですからね。ここは簡単だ。よし、いけるぞ、いけるいける。おっと、下落ちちゃった。まあいいや、クリア。次は5の2、ここか。ここもまあそんなにね、前に行ったことあるステージだからめちゃくちゃ難しいってわけじゃない。いけるだろう。あそこのハンマーブロスだけちょっと怖いけどね。倒しといて、よし、行くぜ。はいよ、キラー邪魔だな。飛ばしてくるんじゃないぞ。ここにブロスさんか、嫌なところにいるな。下降りてこい。よし、オッケー。ここは上から越えていく安全策だよな。キラーを越えて、もう一発後ろからキラー来るかな。よし、降りてこい。オッケー。ここは確か右端にスターだったか。ここですよね。よし、取っていくぞ。一気に走り抜けろ。これもクリアでしょ。行ったな。危なかった。クリア。よし、次は7の1。ここが一ちゃん鬼門ですよね。パタパタの動きがあんまり読み切れない。というか敵の数が多いから多分混乱するんでしょうね、目の前がね。今は秒数はある程度あるから、なんかおかしな動きしなかった今。あれなんだよな、たまにラグるんですよね。おっと、何、上から何か出てきたわ。フラワーであってくれ。スターか、それは今のこのタイミングじゃないんだよな。小さい時にスターもらってもね、走り抜けるだけでどうにもならんので、ここでキノコはゲットしましょう。大きくなれるのはありがたい。はいよ、超えて、これで7の1はクリア。次は6の3。さっきここでやられたんだったっけ、リフトのところで落ちたんだよな。よし、超えていくぞ。危ない危ない。ここで左側乗って足場なくなんないよね。いけるよね。でこっちに行ったら、ここでフラワーをゲット。右側の上下リフトに乗ってこっちに渡っていく。危ない、今の危ない、危なかった、今落ちて死んだかと思った。あの天秤本当にね、乗りミスったら一巻の終わりだからな。危ない、すごいすごい勢いで今飛んでいったぞ。ゲスト来んなよこっちに。ちょっと安全に安全に超えていってる気がする。よし、ステージは短い、クリア。次は8の3か。また嫌なとこだな。ハンマーブロスステージでしょ。キラ。怖い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 。危ない危ない。当たった。なんで今の。フラワーなぜ出なかった。まあ、しゃあないんだけどさ。これ言っても仕方がないんだが、ここでフラワーを補充して。残り6人か。まだまだ結構残ってますね。
難しいステージの割には結構みんな残ってるイメージ。さあブロスさんを倒して今このタイミングかよ。それはほんと勘弁だ。オッケー、ここでスター越えていくしかない。でここのフラワーをゲットしましょう。よし、フラワーゲット。上登ってこい、上登ってこい。よし、で上から一気に越えて、危ないって。なんでフラワー出た今。あ、逆逆逆逆、そっちじゃないんだって右に蹴りたかったのに。しゃあない、スターでご利用して通り抜けるしかないのか。悔しいな、なんかこれは悔しい感じのクリアの仕方だもうちょっとスマートにいけた気がするんだよな。はいよ、クリア。残り3人、5の3。うわ、ちょっと待って、ハンマーブロス、ここにいっぱいいるのマジでやめてほしいんだけど。先越えよう。キノコか、これはまずい。いけるか、ここでフラワー取れるからいけるか。非常にまずいステージ構成やらしいわ、ほんと行ったことないようなステージばっかり来る。1人消えたね。あと残り1人かな。2人で戦ってる状態。ここ こそは1位取りたいな。またハンマーブロスでしょ、どうせ。ハンマーブロスのステージにいるっぽいぞ、相手の人がね。またここの下にもいてるけど、あいつはクリアして、オッケー突破。次どこ、2の4。今度急に白ステージか。また食らっちまったがやばいな、このダメージが結構な後から響いてくる気がするな。さあこいつらはとりあえずパタパタは倒して、のこのこ蹴っ飛ばせ。どうせまたハンマーブロスいっぱい来るでしょう。あ、意外にもう来なかったかな。向こうの敵側の人も、対戦相手ももうハンマーブロスのステージは抜けたっぽいね。タイムがやばいんだよな。痛い、食らった。クッパ撃破。よっしゃ、倒したでしょう。よっしゃ、1位1位取った。やった、今回は取れたぞ。いやー、先週の屈辱を晴らしてやりました。いやー、なかなか厳しかったですね。見たことないというか、普段ワープで飛ばしてるステージばっかり連続で来るのは本当に厳しいですよね。めちゃくちゃスーパーマリオ1をやり込んでた人じゃないと、なかなか楽勝で1位ってわけにはいかないステージばっかりだったかな。いやー、とはいえ今回もまた1位を取ることができました。帰り咲きですね、帰り咲きありがとうございます。さあ、ということでまた来週もね、スペシャルバトルは挑戦していきたいと思いますので、1位取れるように頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方は、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。